はい、チカパンです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。今回は浦和パン旅、埼玉県の県庁所在地がある浦和。横浜から距離があるので、ついつい都内や神奈川県内ばかり訪問しがちなのですが、久しぶりに遠征してきました。早朝からオープンしているお店、種類豊富なベーグルが圧巻なお店、昔から美味しいと評判ではあったけれど、実は初訪問だったお店など、3軒を紹介しますね。最初に行くのはベークハウスイエローナイフ。浦和駅の西口を出たら、埼玉市役所方面に向かい歩き約15分。山小屋を思わせるウッディな外観に黄色の看板が見えてきたら到着です。朝は6時からオープンしていて、なんとオープン直後の時点で8割くらいはパンが揃っているというのだから驚きです。店内中央にイートインスペースがあるので食べていくこともできますよ。こちらで購入したのは粒あんクリームチーズ。気持ち塩味も感じる生地に甘みが抑え気味のあんこがたっぷり。それをクリームチーズのコクが包み込んでいて、これはね、初めて食べる味わいでした。焼き芋カスタードデニッシュ。さっくりした生地にカスタードクリーム。その上にはダイスにカットされたさつまいも。異なる甘みの重曹にごまが良いアクセント。人気があるというロングウィンナー。発色剤、着色料、保存料、リン酸塩などを使用しないで作ったというグリーンマークの無塩石ウインナーを使用していてめっちゃジューシー。味付けはケチャップだけそうなのだけれど、逆にパンとウインナーの素材が際立ち美味しい。粒あんクリームチーズの断面はこんな感じでーす。焼き芋カスタードデニッシュの断面はこんな感じでーす。ロングウインナーの断面はこんな感じでーす。続いて向かうのはビバ。武蔵浦和駅を下車したら西口に出て徒歩で10分くらい。閑静な住宅街の中にあるベーグル専門店で、ビバンとはフランス語で人生を楽しむって意味なのだそう。朝は8時からオープンしていて、中に入ってびっくり。ものすごい量のベーグルが陳列されていて、まさに圧巻です。こちらで購入したのはチーズハンバーグ。生地は天然酵母で作られ、数日寝かせているらしくもっちり。結構な量のハンバーグが入っていて、練り込まれているチーズは噛んでいると旨味が広がる感じ。一つで食事が完成する、まるでおにぎりみたいなベーグル。ティラミス。結構生地のキメが詰まっていて、全体的には甘いのだけれど、上にかかっているココアがビター。ティラミス好きなので買ってみたのだけれど、これはありですね。エビコロタルタル。程よい弾力、程よい硬さのある生地にエビコロッケが入っています。エビの旨味もさることながら、酸味も感じるタルタルがめっちゃ美味しくて、これは人気があるのがわかります。チーズハンバーグの断面は、こんな感じでーす。ティラミスの断面は、こんな感じでーす。エビコロタルタルの断面は、こんな感じでーす。最後に向かうのはパン工房風緑。昔から美味しいと有名だったのだけれど、実は今回が初訪問。東浦和駅を下車したら右、線路沿いに出られる道があるので、これまた右折。その後は Google マップを見ながら徒歩で15分くらい。ヨーロッパ風の外観が見えてきたら到着です。10時からオープンしていて、オリジナルの天然酵母や国産小麦などを使い、スペイン産の石窯で焼き上げられたパンがずらり。オープン直後の品揃えはこんな感じです。店内にイートインスペースはありませんが、テラスがあるので食べていくこともできそうですよ。こちらで購入したのはマルゲリータ。人気があるという塩パンの生地はめっちゃもっちりしていて、トマトの酸味、モッツァレラのコクはあるけれど軽い後味、噛んだ時に口いっぱいに広がる旨味、一人で食べるのにはちょうど良い大きさで、これリピ決定です。ゴーダークルミハニー。これまた塩パンの生地にクルミをたっぷり乗せて、その上にメープルハニーがかかっています。メープルハニーの甘みと塩パンの塩味の組み合わせはもう無限ループすぎます。王様のクリームパン。バター生地はケーキみたいな食感で、上部分はパイ生地を使っているのでサクサク。何より中に入っているクリームがすんごい滑らかで、このクリームだけでもエンドレスに食べられます。マルゲリータの断面は、こんな感じでーす。ゴーダークルミハニーの断面は、こんな感じでーす。王様のクリームパンの断面は、こんな感じでーす。浦和パン旅参考になりましたでしょうか？パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画も見てみようかなと思ってくださった方は、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。